リューノト都電の産業遺産は、ノルウェーのテレマルク県にある世界、遺産リスト登録物件で、ヘッダールことベストフィオール谷周辺に形成された産業景観を保護するために設定された。その景観の中心的要素は、大気中の窒素を固定して、化学肥料を生産するために、ノルスクハイドロ社が20世紀初頭以降に建設した施設群である。この産業遺産には、 竜巻と能登電に残る産業施設群、すなわち工場群、電力関連、輸送関連、労働者関連を含んでいる。竜巻と能登電は約8 0トル隔たった2つの企業城下町だが、世界遺産に登録されている範囲は切り離されておらず、その2つの町を含むヘッダールことメスコをつなぐ、渓谷沿い9 3トルの細長い、 一とまとまりの地域を対象としている。ヨーロッパではトマス・ロバート・マルサスが人口論を表した後、来るべき人口増加に備えた農業生産力の向上を目指した研究が進められていた。様々な肥料が試みられる中、1870年代以降に中心を占めたのがグアノ、ついで地理小石であった。しかし、天然資源であるがゆえに枯渇が懸念され、 空気中に多量に存在する窒素を化合物として取り出すことが模索された。ノルウェーの物理学者、クリスチャン・ビルケランは、サムエル・エーデと共に窒素固定によって硝酸カルシウムを生成する手法を確立した。これは、ビルケラン・エーデ法内子電弧法と呼ばれる。ビルケラン・エーデ法は、雷の反応に着想を得たもので、電弧の高熱を利用して窒素固定をする手法である。 しかし、これには大量の電力を必要とするので、安価な電力源が必要となる。そのための最初の実験的な水力発電所が、1901年に、ノトデン郊外で建設されたティンフォス第一発電所であった。ノルウェーは、水資源に恵まれており、水力発電に適しているのである。ノト電を含む東テレマルク地方では、それまで工業発展が十分でなく、 人口もまばらな農業地域だったが、ノルスクハイドロ社が1905年に設立され、工業が発展するようになった。化学肥料を生産するには、工場、発電所、労働者向けインフラストラクチャー、製品出荷施設などを建設することが不可欠だったのである。ノトデンは、ノルスクハイドロ社の発祥の地とされる。ビルケランエーデポーのすぐ後には、 ドイツのオットーシェーンヘアも電子による窒素固定を実現しており、ノルスクハイドロはそれを用いるバスフ社とも提携した。1907年、この地に本格的な水力発電所として、当時ヨーロッパ最大、世界でも2番目に大きかったスベルグフォース水力発電所が建設された。世界1位はナイアガラ川にあったオンタリオパワーだったが、 流管近郊の滝に建設されたベーモルクはそれを上回り世界最大の発電所となった。なお、その近くに建設された重水のプラントは第二次世界大戦中のノルスクハイドロ重水工場破壊工作で知られることになる。続いてティンホース水力発電所に号機ソーハイム水力発電所が相次いで建設されたが、この二つとベーモルクは 世界遺産登録時点でも稼働中だった。なお、ビルケラゲーデポーで生産された硝酸カルシウムは、ノルウェー小石の名で売り出され、その生産量は1903年度の25トンから、1909年度の2万5000トンまで、急増した。さらに1912年には、流巻に第一工場、ついで1916年に第二工場が建設され、 この両工場の合計年間生産量は3万トン。実に、世界の電子法で生産される窒素の7割を占めたのである。しかし、大電力を必要とするビルケランエーデポーは、豊かな水資源に恵まれたノルウェー以外では用いられず、ハーバーボッシュ法が確立したことで、そちらが科学的窒素固定の中心を占めるようになった。ビルケランエーデポーの場合、一トンの窒素固定に、 必要な電力が6万5千から7万5千キロワットアワーなのに対し、ハーバーボッシュ法をはじめとするアンモニア合成法の場合は、1万7千から1万8千キロワットアワーで済んでしまうのである。この消費電力の差は、電力の低廉なノルウェーでさえも、アンモニア合成法の方が有利になることを意味する。そこで、竜巻とノト電にも、後にはアンモニア合成法による、 製造工場が建てられた。このような発展を背景に、ノルウェーは1950年代までヨーロッパ最大の窒素輸出国の地位を占めていた。竜巻にもノトデンにも多くの工場施設群が残る。竜巻の場合、工場や研究所の建物に混じって一機だけ孤立した塔がある。これは元々32機あった製薬塔の中で唯一残されたものである。 ノトデンは、ノルスクハイドロの進出前から、ティンホス社が進出しており、労働者住宅なども、ノルスクハイドロだけでなくティンホスによって形成されたものが含まれる。それに対し、リューカンの集落は、ノルスクハイドロの進出によって形成された純粋な企業城下町であり、1920年には、約1万2千人を要するノルウェー最大の工業都市にまで成長した。 竜巻の労働者住宅群には、新古典主義、アール・ヌーボー、歴史主義、機能主義などの様式が混在している。このように、竜巻と能登ンは、形成過程に、若干の違いはあるが、どちらの労働者住宅群にも、田園都市の思想が投影されている。鉄道も敷設され、1911年には電化された。能登ンは、東テレマルク地方の商業を、 交通の拠点として、世界遺産登録時点でも、幹線鉄道セール乱線が通るが、工業的重要性が低下した、流管線は1991年に廃線となった。しかしながら、一帯には20世紀初頭まで遡る、旧駅舎など、関連施設群が多く残っている。他、フェリーを使った水運も発達し、鳩場など、そちらに関する施設群も残る。 この物件が世界遺産の暫定リストに加えられたのは2009年11月26日のことだったが、その時点では、流管、ノトデン及びオッタ・ティッセダールの産業遺産群、水力発電を動力とする重工業、関連する都市施設群及び輸送システムだった。オッタ・ティッセダールは、流ノトデンと同じように、水力発電を利用して肥料生産をしていたが、 後に構成資産の絞り込みの中で推薦対象から外れた。リューノトデンは2014年1月30日に世界遺産センターへ正式推薦された。推薦書ではオッタティスセダールのような国内の産業遺産、すでに世界遺産に登録されていたヨーロッパ各地の産業遺産、 ハンバーストーンとサンタラウラの小石工場群のような主題の似た世界遺産、さらには世界各国の暫定リスト記載物件なども比較対象となり、当時は暫定リスト記載物件だった明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業も比較研究の対象となった。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、 そうした比較研究や現地調査の結果も踏まえ登録を勧告した。2015年の第39回世界遺産委員会では委員国からも賛成意見が相次ぎ問題なく登録が認められ7月5日に世界遺産リストに加えられた。この物件の正式名は英語、ゲキン、ニュートダン、インダストリアルヘリテッジサイト及びフランス語。 サイトジュパトリムワンドストリエルで激印ニュートダンである。その日本語名は以下のように若干の揺れがある。ベイモルク水力発電所この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。